このようにちょっと厚めに切ります。薄くしてね、火を入れる人もいますけども、これは火を入れないやり方なので、このぐらいの厚みでねやっていこうと思います。今回使った包丁はこの薄刃というやつですね。こういうやつです。片刃和包丁ですね。これ洋包丁でやると、片刃というのは片面なんで、こちらが平らです。まっすぐ下ろした時にまっすぐ行く。でも洋包丁の場合はこの刃の角度が両面についているので、まっすぐまっすぐ下ろすとこういう感じに滑っちゃうんですね。こういう感じにまっすぐ下ろすことが難しいので薄刃を使ってみました。ということでね、薄切りになったので、薄切りともねちょっと厚みがあるんでね、こんな感じに一切茹でないで3日間、2日でもいいんですけどね、3日間水にさらします。そしてこの辛みをね少し抜くっていう形です。それから甘酢につけて食べれるようなのは1週間後ぐらいからかな。まずは生姜をすべてザルの方に入れます。こういう感じです。そして水洗いをやっていきます。水洗いするときは、このように流水でやってください。少しでもこの生姜のね辛みを抜きたいんで。画面は止まってますけども、実際は洗っている最中です。薄く切ってね、こう軽く茹でるやつは結構しなしなになって、市販のものが多いんですけど、これはねちょっと厚めにしてゴリゴリガリガリと食べるんで、昔のなんか江戸前のやり方らしいです。この2、3年は、毎年新生姜が出るときに自宅で作っております。ロサンゼルスではね普通のとこであんまり新生姜が出ないんですけど、ハワイの場合はね結構新生姜が出てくれるんで。ちなみにこの新生姜はニジヤで買いました。出始めの頃はね2パウンドでいくらとかいう高い金、2パウンドで200、2パウンドが1キロちょっとで30ドル近かったような気がします。1パウンド66ドルいくらだから、1キロで1200円ぐらい。こんな感じに水洗いができました。中に水入れてます。これ一応ドリンキングウォーターでねやってるんで。そして毎日お水を変えて、僕は3日間置きます。生姜の体積によってねちょっと変わってくるんですけども、これはライスビネガーです。ちょうど 200cc、 この 200cc のお酢に砂糖を 150g入れていきます。入れすぎると困るので、ちゃんとスプーンで入れていきます。入れすぎた時にね失敗って取ることができなくなっちゃうんで、今は甘酢を作っております。これ基本形でね今 200cc に対して150でやったので、つける生姜によって、生姜の量によって変えてみてください。 1.5 倍にするとかね、半分にするとか、これはあくまでも基本。こういう時パティシエさんがねちゃんとこだわって、150なら150ってしないと気が済まないです。そしてここでお塩を一つまみ、ほんとこれですね、軽く一つまみ。そしてこれで混ぜて甘酢の出来上がりで、ここでね昆布なんか入れてもいいんですけどね、とりあえず本当のね甘酢なんか作る時は昆布を入れるんですけど、この量だったらねこんな感じにスプーンでもフォークでもこのように混ぜてれば溶けるので。どっちしろねこれねこうやって置いといてもまだ溶けきってません、残ります。でも実際使うのは3日後なので、他の入れ物に移してね
常温でもいいし冷蔵庫でも入れとけばこの砂糖は自然と溶けます。もしお酢がね、お酢の中で砂糖が溶けにくいって言った場合はお酢を軽く温めても構いません。さあ絶対に沸騰させたりね、チンチンにしちゃうとね、チンチンに熱くしちゃうとこのお酢が減っちゃうんで、そしてこう酸味がね減っちゃうので、気持ちお風呂ぐらい、熱いお風呂ぐらいだったらお酢を温めても構いません。はい、このように3日が経ちましたので水切りをします。この水切りした後ね、この周りについている水分を軽く拭き取るようにしてください。このようにペーパータオルの上にあけてね、水分を取ると便利です。この上からねまたペーパータオルをかけて水分を軽く取っていきます。はい、このように水気を取ったらこのような容器にね入れとくと便利です。そして先日作っておいておいた甘酢を入れます。ちょっとね少なかったんで、後から足してやろうかなと思ってます。これねひたひたになるようにしてください。ひたひたになりました。このようにして蓋をしてキープしますけども、初めのね1週間ぐらい気がついたらね上下逆さまにするようにサカサカ振ってください。そうすればね、お酢のジンジャーとお酢なんでダメになることはありません。ということで今回は新生姜の自家製ガリの作り方を紹介してみました。皆さんも、季節なんですけどねこんな感じで自分で新生姜をつけてみてください。それではまた料理の動画でお会いしましょう。 See you! マハロー。